生まれて初めて三国志5をプレイするアキミロです。はい、前回パート1で見事に滅亡しました。はい、すいません、拍手なんてしてる場合じゃないっすねちょっとあまりにもあっけなさすぎたんで、変な意味でハイになってます。はい、今回のパートはちょっと 1.5 という扱いで、再びちょっと武将を作るパートにしたいと思います。さすがに一人じゃ無理っすね。いやー、やっぱ現実を思い知らされました。初心者が何調子に乗ってんだよって感じでしたということで、今回作っていくのは、三国志9、8でおなじみの国将さん、また9で初めて登場した柳野さん、プラス、まあ、ちょっと多分3人でもやった感じきついと思うので、ちょっと本当に一部だけしか一緒に撮れてないんですけど、豊見郎さん、こちらの方も含めるのと、また多分ちょっと4人でもきついと思ってるので、実はちょっと余談になっちゃうんですけど、ストリートファイター03を一緒に撮ってまだアップとかしてないんで、いつ上がるかも決めてないんですけど、もう一人勝丸さんっていう方と一緒に動画を撮ってはいるんですよ。なのでちょっとその勝丸さんも含めた5人、この5人で次新勢力として挑みたいと思います。ですので今回のパートでは4人新たに武将を作ります。はい、では早速国将さんから作っていきたいと思います。はい、国将さんの漢字あるか心配だったんですけど、ちゃんとありましたね。はい、ルビーも国将と入力しました。年齢、そうですね、まあちょっと年齢はもうみんな15歳からスタートにします。男、はい、顔なんですが、再び抽選を使って決めていきたいと思います。アキミロと被った場合はもう一回出したいと思います。早速ドーン、80番。はい、80番はこちらですね。相変わらず親は選べないですね。親になれる武将がいません。子もまあ15歳だから無理でしょう。あ、タイプ知略型、どうやらやっぱりもう選んだ時点でランダムでタイプは決まるようですね。自分で何型っていうのは選べません。はい、では次能力値ですね。はい、こちら前回アキミロ作った時と同じように、1回から10回の間で何回ボタンを押すか決めたいと思います。それではドン、10回。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、基本値はこんな感じですね。まあ基本値から視力70あるんで、まあ頭はかなりいいですね。やるやん国将さん国将さんこそまさに武力タイプに思えるんですけどねまあいいや。じゃあボーナスポイントですね。こちら45ポイントあるのか。そうですね、まあ1から11でちょっと秋見の時と同じように順々に振っていきたいと思います。ポイントが0になるまでそれの繰り返しです。はい、まずは武力ドン、10。うん、ここで10使っちゃうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。次は知力です。11。おー、いいね、かなり頭いいっすよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。はい、次は政治力ドン、1 政治も上がってほしいんだけどな。次は魅力ですドン、3。1,2,3 と残り20ポイントか。じゃあ5ずつですね。1から5の間でまた振り分けていきます。はい、まずは武力ドン、5。なんか武力すごいな、さっきから知力も5とか出てほしいんですけどね。どうだ、2。うーん、まあまあ結構上がってるからいっちゃいいでしょう。政治、ここも高く、5、2。政治は伸びがいまいちですね。最後に魅力1。威力はさっきから低いな。結構ポイントまだ余ってますね。10か。まあ2ポイントずつでやるか。まあ残り2ポイント余っちゃいますけど。いや、3でいこうかも。いやいや、1から3。1から3でいきましょう。これで終わらせる。
おい来た、武力さん。なんかさっきから武力がほぼマックスなんですけど、この中性王の中で。マックス近いと言った方がいいか。次、知力。1。政治力。1。もっと政治上がんねえな。最後に魅力。1。残り4ポイント。もうここは1から1ですって言ってるともう全部1になっちゃうんだよな。どうしよう。なんか運要素入れたいんで0から2にしておきます。これでちょっと武力から魅力までやっていきます。武力1、知力1、政治力1。もうすいません、残り1しかないやって。魅力1。ちゃんと使い切りました。はい、国章王さんの最終的な能力はこんな感じです。武力45、知力85、政治力68、魅力47。まあ知力としてだいぶ頼りになりますね。参謀タイプです。決定。セーブ。はい、では続けて柳色さん作っていきたいと思います。はい、名前やルビーは柳色で振っておきました。まあ年齢も同じく15歳です。さあ顔ですね。顔は1から142。はい、秋見ろや国書、まあ今後要は被った方が出てきた場合はもう一回やります。ドン93。はい、被ってません。はい、93はこの渋いじいちゃんですね。柳色年取ったらとても15歳の顔とは思えん。将来こういう顔になるということでね。はい、ハイパー豪傑型、いいっすね。武力高いの来ましたよ。なんかこの新武将登録の時ってバランスよくやられてるんですかね。秋見は万能型、国将は三知能型で、この柳見は豪傑型と今のところ被ってないです。はい、では引き続きこの能力値変更ボタン何回押すかやっていきましょう。はい、1から10の間でドーン9回。なんだこういう時だけ高い数値出てくるな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。なんか武力めっちゃ下がったんですけど、豪傑型の意味が悲しい。まあまだボーナスポイントありますからね。こっからが勝負です。44ポイントあるんで、まあ11から11でまず振り分けていきます。はい、まず武力ドーン1。マジかよ、せっかくの武力タイプ豪傑タイプなのに。次知力です。ドーン6。1、2、3、4、5、6。はい、次は政治力です。ドーン11。ちょっとここが上がるの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。最後に魅力2。よし、よかったよかった、こういうとこ少ない方が嬉しい。はい、で次ですね、24ポイント。はい、次は1から6ポイントですね。これで振り分けます。武力ドン6。いいね、1、2、3、4、5、6。なんとか70台を突破することができました。よかった。はい、次知力6。ポイント多く使わないで。次政治力ドン4。なんか政治が微妙に高くなってきてますね。最後に魅力4。1、2、3、4。残り4ポイント。これは0から2にしてちょっと幅を持たせます。はい、ではまず武力です。ドン0。知力1。政治1。魅力0。ということで知力と政治がプラス1。まだ2ポイント余ってますよ。ここはもういいから、はい、0から1。いやでもやっぱ1にするか。武力ドン1。あ、きたー。知力0、政治0、魅力1。はい、武力と魅力に1ずつです。はい、ということで柳野さんの能力はこんな感じです。武力74、知力60、政治力56、魅力77です。いやー、元の数値がね、武力80とかあったのに、9回能力値変更ボタンを押したことによってかなり下がったんで、いや悲しい結果ですね。なんか僕がオリジナル武将を作ると大抵能力下がるっていうジンクスみたいのができてますね。くそー。まあ、とりあえず仕方ないんで決定です。セーブ。はい、では次に豊美野さんを作っていきます。
はい、豊美郎さんの顔を決めていきます。1から142の間でドーン19番、割と近い。はい、豊美郎さんはこちらの顔ですね。なんとも言えない渋い顔だな。優しそうであるけど一般人っぽいような顔と言いますか。あ、豊美郎さんも豪傑型ですね。よし、さっきの柳美郎がちょっと武力若干落ち気味になっちゃったんで、豊美郎さん90代とか言ってくれることを祈って抽選をやっていきます。まずはボタンを押す回数ですね。1から10回でドーン6回。まあ6回が吉と出るか凶と出るか。1、2、3、4、5、6。ああ、でも初めから武力74ありますね。これは期待できる。しかもボーナスポイントまだ50余ってますからね。まあ、その分なんか知力、政治力、魅力の基本値が低いですけど。50ポイント余ってるのか。まあ、とりあえず、1から12ポイントで振っていきますか。まず武力、ドン !5! 1、2、3、4、5! 次は知力です。ドン !7! 結構使うな。1、2、3、4、5、6、7! 次、政治力。ドーン2。いいね。あんまポイント使わなくていいよ。はい。最後に魅力2。いいね。ドーンと。まだ34ポイント余ってますね。1から8。まあ余っちゃうから1から9にしますか。1から9で振り分けていきます。まずは武力。ドーン6。いいね。武力上がってくよ。1、2、3、4、5、6。はい。次に知力です。1! いいねー。はい、次は政治 !6! 1、2、3、4、5、6! 結構ポイント使っちゃったなー。最後に魅力です。ドン 4! 1、2、3、4! まだ17ポイント余ってますね。獅子16。まあ、1から5でやりますか。はい、ではまず武力 !4! いいねー。1、2、3、4! いや、90近くまで来てますからね。素晴らしい。次、知力です。5!1、2、3、4、5。ちょっとあんまそこら辺使わなくていいよ、ポイント。次、政治力。2。いいねー。はい、最後に魅力。1。OK。残り5ポイント。5ポイントか。ここはもう、0から2でやりましょう。武力。2。きたー。1、2。来ました、皆さん。武力90代ですよ。次、知力です。ドン1、政治1、最後に魅力2。ポイント残念ながら余ってないんで1だけ。はい、豊美郎の能力はこんな感じです。武力91、知力49、政治力37、魅力39。いやー、見事な豪傑になりましたよ。いや、武力90代がいるって相当ありがたいんじゃないでしょうか。やったねー。はい、セーブ。はい、最後に勝丸さんを作っていきます。はい、勝丸さんの顔を決めたいと思います。1から142でドーン116。今回は結構後の方ですね。はい、勝丸さんの顔はこちらです。なんかちょっと頼りない顔してますけど、知略型ですね。まあなんか慎重そうというか臆病そうな感じがするので合ってるっちゃってますけど。はい、では次に能力変更ボタンを何回押すかです。1から10回でドーン5回。さあ、どんな結果になるでしょう。1、2、3、4、5。おー、知力と政治が70代とかなりいいですね。ボーナスポイントも49余ってますし、素晴らしい。じゃあ1から12ポイントで振り分けていきましょう。はい、まずは武力10。ここ上がんなくていいなー。はい、次知力です。ドーン11。きたー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。政治、ここも上がってほしいな。ドーン2。くっ、くっって感じですね。残念ながら今のところ我が軍、成長力高い人があんまりいないんでね。最後に魅力1。ドーン。まだポイント25余ってますね。まあ1から6でいいかな。1から6で振り分けていきましょう。まず武力5。1、2、3、4、5。次は知力です。ドーン1。
まあ、その分政治に来てくれ。はい、今押せたか押せないかちょっと怪しかったんで、ちゃんと動画一回切って確かめてきたら1個前が89だったんで合ってました。そう、11引いて今1で12ですもんね。よかったよかった。はい、では引き続き政治力いきます。ドン3 1,2,3、 まあ政治もちょこっと増えてくれましたね。最後に魅力4 1,2,3,4、 まだポイント余ってますね。資産12、1から3でやりますか。はい、ではまず武力です。ドン2 1,2、 次知力2。おー、知力も92とかなり高いな。ドン政治2、最後に魅力ドン3、 1,2,3、 残り3ポイントか。ここはちょっと幅を持たせて0から2で武力から順にやっていきます。まず武力0、知力0、政治0、魅力1なんと微妙な感じになりました。残り2ポイントしかないんで0から1でやります。武力ドン0、知力1、政治1。はい、決まりました。知力政治、これでポイントがなくなりました。勝丸さんの能力はこんな形です。武力52、知力93、政治力79、魅力66。いや、結構いい感じな能力になってますね。秋見のが一番雑魚っぽいですまあね、できない空手を優秀な部下たちが支えてくれるっていう感じでね。まあ、リュウミさんみたいに頑張りますよ。まあ、リュウミさんもなんだかんだオール70とか魅力90代でどうせ高いんでしょうけどよし、まあ、とりあえず決定です。セーブ、よし、これで武将5人できました。いやー、豊美郎さん武力90代、勝丸さん知力90代と、我が軍にも90代がね2人入ってくれたのは大きいんじゃないでしょうか。いや、ほんとこうやって見ると秋見ろ雑魚いなー万能型って結局微妙ですよねこうやって見るとまあまあ、でもね、5人いればまあなんとか張り合っていけるかなって思えるので、次回パート2、まあ、次回っていうか、この 1.5 と同時にアップします。じゃあ説明欄にもパート2へのリンクを貼っておくので、まあ、良ければパート2も見ていただければ幸いです。はい、ということで今回パート 1.5 武将作成編終了となります。なんとかこのメンバーで天下統一目指していくので、まあ、良ければ応援お願いします。あと、アドバイスあればぜひお願いします。はい、ということで今回今度こそ切ります。ご視聴ありがとうございました。